ルイス・デ・ベラスコ二世、ルイス・デ・ベラスコイ・カスティーレは、スペインの貴族で、初代サリナス・デルリオ・ピスエルが公爵。ヌエヴァ・エスパーニャの、第八代及び、第十一代副王、第九代ペルー副王、インディアス・スー・キ会議長官を歴任した。同名の父もヌエヴァ・エスパーニャ副王であり、区別するためにルイス・デ・ベラスコ二世とも呼ばれる。ベラスコは、 セビリアで生まれたが、パレンシア生まれとも言う。11歳の時に、第2代ヌエヴァ・エスパーニャ副王に任命された父と、共に、メキシコに渡った。そこで、初代副王アントニオ・デ・面倒さの名にあたるマリアで、イルシオイ・面倒さと結婚し、三男子女を設けた。1564年に、父が没した後も、一生の大部分をヌエヴァ・エスパーニャで過ごした。 1585年からヨーロッパに住んで、フィレンツェ大使の任にあったが、当時のヌエバエスパーニャ副王である、ビリア・マンリケ公爵、アルバロ・マンリケで、スニガの統治に関する悪評が伝わると、1589年に、スペイン王・フェリペ2世は、メキシコの事情に通じたベラスコを副王に任命した。1590年1月25日にベラスコは、メキシコシティに入った。 1591年に北方のチチメカとの戦争を終結させた。チチメカの地にトラスカラ人を入植させ、遊牧民であったチチメカを定住させた。ベラスコは先住民の扱いを改良したが、フェリッペ2世は富を得るために先住民に特別の税を課すように要求し、このことが先住民とフランシスコ会による抵抗を招いた。ベラスコは メキシコシティの開発を行った。王立病院を建設し、当時のメキシコシティの生誕にアラメダセントラル公園を建設した。1595年、ベラスコは不安でオニャーてに北部の探検を依頼した。1595年にペルー複王に任命され、ヌエヴァ・エスパーニャ複王の職はモンテレー白爵ガスパールでスニガがついだ。 翌1596年6月23日にリマに到着した。1604年12月8日にリマを去り、その後は公務から引退していたが、1607年に再びヌエバ・エスパーニャン副王に任命された。2期目のヌエバ・エスパーニャン副王時代、メキシコシティの洪水対策として1607年に北の上を得とかに排水路を設けた。また、 テスコ国庫の監拓を開始した。日本との外交関係を持ったのも、この時期である。ベラスコは、表向き日本が、フィリピン前総督ロドリゴ・デビベルを救助したことへの、返礼として1611年に、セバスティアン・ビスカイノを日本への施設として派遣したが、ビスカイノには金銀島探検、日本沿岸の測量調査、キリスト教容認運動が任務として課された。 1610年12月27日、フェリペプ3世がベラスコをインディアススキ会議長官に任命した。1611年3月31日にメキシコシティを去り、スペインで長官の職に就いたが、1617年8月7日に病気のために職を辞し、その1ヶ月後にセビリアで没死した。フェリペプ3世によってベラスコは、 サリナスデルリオピスエルが公尺の尺を与えられた。ありがとうございます。